はい、川沿いの、林道になります。こういったところはセロが非常に得意とする場所ですね。かなり勾配はきついですが、こう空冷単気筒エンジンが粘って安定的にぐいぐい進めてくれる感じですね。こことかもかなり勾配がきついですけど、まあ安定してアクセルを一定に上げてあげれば、ぐいぐい登ってくれますね。このように砂利が多い場所でもやはりオートバイのバランスの良さ、軽量な車体で低速トルクによって、セロがサポートしてくれますね。やはりこれが、つづら折れになってかなり勾配がきつい、場所もありますね。で、まあ、こう川から離れてしまえば、万が一の時川の方へ落ちてしまうっていう心配は、一応なくなりますが、気を引き締めて、で腕には力を入れないで登っていくといいと思います。まあ、そういった時にやはりセロ250っていうのは本当にいいオートバイですね。よくセロ250は高速道路が不得意とか、まあ、そういった風にまあ言われる部分はあるんですが、まあ本来トレッキング、まあこういったところをとこ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 登っていくよっていうふうにやはり考えられてますので、それをまあ法定速度のだいぶプラスアルファで走っていくっていうのはかなり厳しいと思います。まあこういったぬかるみがあるところですね、特に難しいので気をつけましょう。ここもやはりセロの良さが出ましたね。まあ、足つきの良さですね。かなりぬかるんでいて、まあ、リアタイヤが埋まってしまった時ですね、まあ、ちょっと足でサポートしてあげられるっていうのがセロのいいところでもありますね。まあ、そうしますとこんな自然豊かな景色をセロが見させてくれるのではないでしょうか。はい、まあ、一足で、アイドリングの上ですね。でアクセルは一定です。よいしょ、
はい、ぐいぐい登ってくれますね。こうやって冷静にゆっくり登ってみると、おお、かなり勾配がきついですね。でこれだけやっぱり砂利があるとかなり、滑りますね。なので例えばすごいパワーがあるオートバイがこういうところもぐいぐい行けるかっていうと、まあ、一概にそうでない部分もあると思います。まあ、なのでセロの場合はこんな感じで、まあ、時速10キロぐらいですね、で登っていくことができます。あとは積極的に、まあ、ボディアクション、クラッチワークとかを使って登っていくこともできると思います。で、いきなりこういったところで、まあ、やらずに、やはり平らなところでしっかり練習して慣れてきたところっていうのは、まあ、スタンディングでバランスをとってあげると、いいと思います。こういう簡易放送っていうのも非常にありがたいですね。まあ、これかなり勾配がありますので、難しいですからね。まあ、上から降りてくる、まあ、もしかしたら車、バイクとあるかもしれませんので十分気をつけましょう。で、あとはこんな感じのところまで来るよっていう風になりましたら、やはり、まあ、アンダーガードですねをつけると良いと思います。まあ、なぜかというと今カーンって言ったように、飛び石等ですねがエンジンに当たって、まあ、クランクケース等が穴開いてしまいますとエンジンオイルが漏れてしまいますので、まあ、そういったことを防ぐ感じですね。